こんばんは、吉本です。さあ、ここになんかまたギアオルグっていう、こう追加されたけど、なんか1年ぐらいでなんかすごい数の天使が追加されたよね。はい、というわけでギアオルグだけど、400いこうか。あ、吉田さんいつも見てますって来てる。ありがとうございます。400。うん。で、ティガレックス天使が最後だったじゃん。初見で勝てたのは。だからね、そろそろここでもね、ちょっと勝っておきたいんだよね。ギアオルグってことは氷やられか。あれ、ドドブランコ天守って氷やられだったよね、確か。全然覚えてないんだけど。よし勝とう。うわ、もうホットドリンク持ってくんの忘れたし、ギアオルグってことは確かこっちかな。そうだね、あのルパティスがあっちでギアオルグがこっちみたいな覚え方してた気がするんだよね。で、ここに来る。ほら来た、でけえ尻尾。うわ、なんだこれ、斧じゃん、斧。待って、あれ、方向は長方向じゃないね。はいはい、ちょっといきなりすぎへん、いきなりすぎへん。ちょ、早い、遅い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 、てえ、超自信だ。長方向じゃないから、超自信。ちょいきなりな、溜めてるよ。やばそうやばそう、飛んだ？え？何が起きたか全然わかんない。なんか飛んで、なんか近くに落ちた？尻尾のなんか空気というか真空波的なやつか。真空波的な何かが落ちた気がするよ。待って、おつけ？これだよ、これ。これなんだこれ？上に？あー、周りに真空が軽く飛ばした後に、口でバーンだ、口でバーン。で、待って、氷やられり、氷やられん、あっぶねえ、これ苦手くぞ。オッケー。氷やられになると思うんだよね、攻撃食らったらドドブランコみたいな。でも氷やられの効果を全く覚えてないんだよ。ドドブラン、あー、ま、なんかこれ、待って、早い！あ！あ、これだ、氷やられ、体凍ってる。ちょっと待って、これとりあえず回復した方がいいのか。あ、思い出した、スタミナがゼロになったら、あれだ、凍るんだ。あー、思い出した、これだよ、これ。あれ、これは、あれか、スティックガチャガチャやると早めに壊れるんだ。オッケーオッケーオッケー。だから、攻撃食らったら、一回画面外に移動するのが、きちってことだな。てか、ホットドリンク忘れたらでけえな。もうスタミナ減ったんだけど。待って、これ、ちょ、もうこれ無理やん。無理やん。あんな避けらんない。待って待って、おつけ。オッケー。これでこっちで、だから、こうやって、凍ればいいわけだからね。これは落ち着いていけば勝てそうな気がするな。ただね、範囲が広いから、それだけちょっと待って、おつけ、てぇ、オッケー、よし。あ、やっぱなんか尻尾だけのパターンもあんだ。口をやってこないパターンもあんだ。口をやってこないパターンで、これはブレスだから当たらない。オッケー、はい、ほいほい、で、うわ、ちょっと、うい、2回だからオッケー。すごいかっこいいね。なんか新世代の技って感じ、近未来の技す。トゥ、いや、マジかよ。なんだこれ。あ、吹き飛ぶだけか。いや、まだ1回も怒ってない。な、口が青くはなってるけどさ、あれってトゥでねー、あれってこれさ、これ間に合うかな。待って、これ間に合わないから2100飲む。いや、これは頭いい。これは頭いい。この選択は間違ってない。絶対間に合ってなくて死んだから今の。はい、でもう鬼強えんだけど。ちょっと待って、あぶねえ。そんな切れるもんじゃないから、超越次がなかなかためられる感じではないね。一回の超越次発動じゃちょっと無理かもしれんな、これ。超方向、あ、怒ったか、怒ったくさい。これは口のやつだ。ドーンで口、オッケー。でも範囲広いわけじゃないよね、あんな食べる時間長くしなくても。ワンポイントアドバイスだわ、そこは。ギアオルグにワンポイントアドバイス、ためがちょっと長すぎるな、それ。絶対当たんねえから、それ。トゥー。あれはなんかどういう意図で用意された技なんだろう。絶対当たんねえよ、あれ。はい、あ、凍ってる最中にやる予定みたいな技なんじゃない、あれ。違う。はい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 、危ねえ。あー、範囲広いな、あれ。
やべえ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 、やーばい。あ、オッケー、氷やられにはなんねえんだな。はいはい、落ち着いて落ち着いて落ち着いて、オッケー、落ち着けよ。はい、オッケー。尻尾があれなんだろう、発達部位なんだよな多分。はい、なんだこれ、なんだこれ、なんか違うぞ、なんか違うぞ。うわー、魔法陣だ。え、な、なにこれ、え、すごいかっこいい。なに今の、なんかもう、もうモンスターの息を超えてた技だったけどね今のは完全に。でもこれ本当に勝ったね、これこれ強くないわ。これ尻尾切ってみようかな。ほら切るとなんかさ氷がブワーブワーでっからちょっと楽しいんだよね、切ってて切ってる、正しいけど狙いにく、おっと、ほら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 、氷が溶けたね、氷が溶けると転ぶんだ。はいはい、ギア、普通のギアオルグもこんな感じだったっけ、氷が溶けると転ぶみたいな感じだったっけ。ちょっと待って、やばいか、待って待って、なんか背中赤くなってない、背中赤くなってない、気のせい、さっきから赤くなってた、すごい背中赤いよ、大丈夫、怪我した、はい、背中赤くなってんの、あれ初めから赤かった、こっからが本番ってこと、かっこいい、めちゃめちゃかっこいいじゃん。待って、なんだそりゃ、なんだそりゃ、あー尻尾氷になったね、ちょっと早すぎん、まあ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 、ブーそう来なくちゃね、な、足壊れてんだこれ、足傷ついてる、これ壊れてるってことでしょ多分、やばーい、いやーこれかっこいい、なんだろう、あのゆらーボーンみたいな、あそこに全ての中二病、中二病のあれが全て詰まってる、あそこに、おい、な、今1回ぐらいね、やっぱ一応つぐらいしてさしてくんないと、一応つぐらいさしてくんないとな、おら怖いな。それ超越兵器が2回目で溜まるかどうか、これかわせんじゃね、いや、いなし、やばい、あぶね、逆にあれだね、あの超越兵器、逆にじゃねえわ、次で超越兵器溜まれば勝ちみたいな、違う、これをさ毎回避けようとしてんだけど避けられないんだよ、列がやばいんだけど、しろ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 、素直な気持ちで、え、ここでちょっと新技やめちくれー、新技やめちくれー、マニー、危ない、もう悔いなく凍る男、やばい、なんかやっぱ行動変わったよな、ちょっとこのやばいやばいやばい、ハメが始まったわ、ハメ撮り、ギアオルグとのハメ撮り、オッケー、はいはい、おつけ、ここは一旦回復しよっか、なんか結構雲行き怪しくなってきたわ順調だったのに、やっぱこっからが本番だったんだな、これは、はい、かっこいいなー、近未来感ですって、ナイス、転び、しかも超越きた、またとりあえず尻尾のこの雪だるま、雪だるま、雪だるまをちょっと重そうなんでね、これはもう善意で、もう尻尾を壊したいとかじゃなくて完全に俺の善意だね、それ優しさ、うん、尻尾なんか重そうだからっていう、待って、超越次は次ダメージ食らったら回復もできるから、そん時にやろうが、はい、尻尾重そうなんで頑張ってちょっと切ってあげましょう、で尻尾切るとよろ喜ぶじゃなくて、転ぶっぽいんで、さっき見た感じだとね、はい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 、転べ、一生転べ、よし来た、転べ、あーやっぱ転ぶんだこれ、確定なんだこれ、ちょっと尻尾なかなか当たんねえぞこれ、はい、イエイイエイ、ほら、オッケー、もう超越兵器いっちゃうか、勝てそうだし、超越兵器して、え、てかなんかこいつの尻尾見てるとなんかナバルデウスの尻尾思い出すな、似てない、なんか似てるよね、あ、超越兵器溜まってよ、言ってるそばから、え、待ってこれやばい、え、逆にこれ入りたいまであるわ、あ、これ広がってくんだ、どんどん、ほら、なにこれ、魔法陣かよ、マジ魔法陣、で、立花専務確実に当てろよ、立花専務確実に当てろよ、外すなよ、今だー、よっしゃい、まだ終わんねえか、でももうね、俺は終わりは近いはずよ、オッケーオッケー、で、炎の立花専務のやられ状態はこいつが、燃えるたびに切るもんで、ほら、こうやってね燃えるたびに切るんでくれるから、へっ、うわー立花専務の超強い炎やられを無駄にしていく男、すんごい好きだらけになるからね、マジもったいないんだけど、危なすぎー、おお、なんか変な技使うの、やめしくり、待って、いっ、えべ、氷やられた、
おつけおつけおつけ、まず回避薬自立を飲みます。余裕があれば逃げる、余裕があれば逃げる、絶対スタミナ、バカ野郎。あー危ねえ、早く、オッケーオッケーオッケー、じゃあハリー飛ばしやめちくりー、はい、オッケーオッケーオッケー、よし振り出しよう、トゥオッケー、尻尾だからもう一回倒して尻尾を倒すっていうのもおかしいけど、尻尾の氷を、え、抜けなくなってるよバカが、当たり3回、よっしゃ当たってみか、あ弱ったんじゃない、どう、あれ足とか歪んでんだっけ、まだだ、当てろ、あっ、あはあ、ずるくない、エリアチェンジでそう回っちゃいけないって、それ俺の中で一番言われてるから、それお前ギアオルグ界のこれ常識やぞ、お前俺がギアオルグ界にお前何十年詰めてたと思ってんだよお前、なんで余裕って言っていつも負けんだよ。